日本大阪府大阪市西成区、山王山王は、大阪府大阪市西成区の町名。現行行政地名は、山王一丁目から山王三丁目。西成区の北東端に位置する。何枠と天寺区と安倍の区との境目に近い一丁目と二丁目は、細い路地が入り組む昔ながらの商店街や長屋が、立ち並び、さながら昭和か大正かと思わせるノスタルジックな、 おもきの町並みを醸し出している。南に下った山頂目には、大正時代から続く、日田新地という日本最大級の旧遊郭がある。戦前から戦後にかけて、数多くの芸人が住んでいた地域であり、その名残を後世に伝えるための、天の地村記念碑が存在する。南馬都市蔵の直木少女小作、天の地村の舞台として、有名になった。西隣の大使、 萩野茶屋地区には鎌ヶ崎があるが、エリア的に新今宮駅、萩野茶屋駅周辺を指し、山王地区とは全くの別地区である。その誤解を嘆く行為として、現在の山王は愛林地区だといって、特別な温典もないのみならず、鎌ヶ崎と一和日と唐揚げにされた山王町が大いに迷惑している。それは、戦前の山王町は住吉区であり、 隣り合っているとは家別の区であったことを思うと、この故障に憤りを覚えていると大阪春秋に掲載されている。元は東成郡天王寺村大和天王寺の一部。2019年9月30日現在の世帯数と人口は以下の通りである。国勢調査による人口の推移。国勢調査による世帯数の推移。私立小中学校に通う場合、 学区は以下の通りとなる。なお、小学校、中学校入学時に学校選択制度を導入しており、通学区域以外に西成区にある以下の通学区域に隣接する校区にある小学校、西成区内にある中学校から選択することも可能。2016年現在の経済センサス調査による事業所数と従業員数は以下の通りである。 ありがとうございます。